いやー、映画見てきたよ、雑談。どんな映画はね、言わない。なんでかっていうと、それ経由で来られたら困るから。まあまあまあ、もう知りかいいね。今、オン、ファンタスティック・ベイビーって言ってから、その歌を歌ってる人たちや、多分韓国の、あれだと思うから、その人たち怒られちゃうよ、多分。いや、マジで韓国聴いてる人たち、やばい人しかいないもんな、なんか。ね。怖いもんな。偏見だけどさ、押し付けてくんじゃん。音楽を。音楽って押し付けるもんじゃないじゃん。自分の中でさ、わあ、いい音楽だ、楽しいなーってやるもんじゃん。いい曲だなーってやるもんなのに、人に押し付けんなよってね。勝手な偏見ですけど。いや、偏見はあるだろうと。人間全部知ってるわけじゃないんだから。その偏見を直していくために知るんだよと。いやー、金言かよ。ほんと、突っ込まれちゃった。あー、鼻かい。あー、映画見てきたんだけどさ、ちょっとドリンキを飲んで持ってこようかな。まあ、映画見てきたよ、雑談で喋り終わったらドリンキを準備するんでね、フランキーな気分でね、リリーな感じだな。いや、そっちのフランキーなんだっていうね、リアルの方のね、ワンピースじゃない方のね。いや、まあ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 って全然違うし、ドド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 ああ、映画見てきて、そのなんだ、ハンソロを見てきたんだけどさ、いや、よかったね、ハンソロ。俺なんか今年の1月にさ、まあ半年前になんか映画見たんだ。それはあのスターウォーズ全部見たんだよ。俺は1回スターウォーズ1回全部見たの、1から6まで。7は見てなかったけど、まあ、7も見るんだろうけどさ、でもよくよく考えたら映画ってさ、あれ、テレビで上映されてるやつ見ちゃダメだよね。あれ、カットされてんじゃん。あれ、ダメだよね。だから、なんか、トトロでなんか見てないシーンあるなと思ったら、そっか、カットされてたんだって思ったんでね。だから、買わなきゃな。アマプラでジブリの作品あるかな。あ、ジブリなさそうだな、アマプラに。ちょっと、調べの、あ、やめとくか。なんか、この光加減のここのその光源で俺の個人情報が後々データベースとしてデータ化されたらもう困るもんな。光源のこの反射の光源をこう、はいはいはい、できましたーみたいな感じでした。復元できたら困るもんな。うん、いやー、まあまあまあね。いや、そうだな、見てきたんだけどさ、よかった、めちゃくちゃ半ソロ。うん、でもね、俺全然さ覚えてなくて何が何だか分かんなかった。いや、でもよかった、すごいよかった。映画っていいわ、やっぱ。なんか映画って人の意見聞いたら見ちゃダメだと思うんだよ。見たそうなもんを見なきゃダメだと思うんだよ。あと逆に狙ってみるとかね、いわゆる B 級映画っていうのを見に行くのもありだし、でも人の意見なんてあんま聞いちゃダメなんで、その B 級映画見るんだったら人の映画聞くのはありなんだけど、普通に映画を楽しみたいんだったらさ、自分の率直な感想を考えなきゃダメだと思うんだよね。だから人の意見なんて無視しなきゃダメなんで、映画とかそういうさ。あと、なんかムカつくのはさ、その娯楽を娯楽だと思えてない人もいるよね。うん、いや、でも娯楽は娯楽じゃん。映画だって娯楽の一つなんだからさ、それなのに、それをなんか現実のその題材とされてるもののリアルを持ち込んでくるやついるじゃん。そマジこもこれだよな、もうこれ、これ逆中指なんですけど、まあ、これなんかロックであるでしょ、絶対。これロックはこれか、これか。これ逆中指なんですけど、これが言いたいと。ほんとこれですよ、マジで。逆中指っていうね、変な表現で出てきましたね。まあもう逆中指なんだよ、ほんとに。これが逆中指だな。まあまあ、ほんとそれだよな、なんか、娯楽じゃんっていうのになんか、あと気持ち悪いのいたな、小三区の空に。人気な作品だからって、私は小生なもんでっていう、小生って言葉覚えたてクソ野郎がいたんだよ、レビューで。いや、見てて腹が立って、何が小生だよって、心の中に秘めとけボケがって思った。レビューはあるけどさ、そのなんだ、生意気だからやってますみたいなのが、その保険にもなるし気持ち悪いしさ、
ああ、マジ気違いだわって思った。っていう党の本人見つかったら裁判沙汰になるかもしれないからね。いいよ、でもクソはクソだもん。だからね、マジね、映画のレビューなんて絶対見ちゃダメだよ、みんな。自分で考えて見終わってからレビューを見ればいいと思うんで。てか、レビューなんか一緒見ちゃダメだよ、そんな。ゴミだから、レビューなんか。いいもんはいいもんだよ。自分が今までいいって店がさ、なんかさ、ブー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 言われてたらうぜえじゃん。無視だよ、そんな。ほんとに。俺も見てや、なんか。あー、ダメだ、危な。普通に俺の近所の、食べログの店言うとこだった。はい、ということでね、住所がバレる前に、終わります。次の雑談は何でしたっけね。サッカー検温第三者委員会だっけな。サッカー第三者検温委員会だった。Rest of all brother, let's go, baby, 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 baby. 映画見てきたよ、タツタ。写真会。サッカー第三者委員会嫌悪雑談。サッカー第三者嫌悪委員会雑談。どうや。お出かけだ。そうだな。最後だな。バイバイ。